エースが焼かれた。エース、おい、ルフィ君、お前さんもう限界じゃ。あ、エースのミブルカード。海賊王ゴールドロジャー、革命家ドラゴン、この二人の息子たちが義兄弟とは恐れ入ったわい。貴様らの血筋はすでに大罪だ。誰を取り逃がそうが、貴様ら兄弟だけは絶対に逃がさん。よう見ちょれ。おい待て、ルビごめんな、ルフィ。ちゃんと助けてもらえなくてよ。何言ってんだ、バカなこと言うな。無駄だ。自分の命の終わりくらいわかる。約束したじゃねえかよ。お前、絶対死なねえって言ったじゃねえかよ、エース。そうだな、サボの剣と、お前みてえな世話の焼ける弟がいなきゃ、俺は生きようとも思わなかった。誰もそれを望まねえんだ。仕方ねえ。昔誓い合った通り、俺の人生には悔いはない。嘘だ、嘘つけ。嘘じゃねえ。俺が本当に欲しかったものは、どうやら名声なんかじゃなかったんだ。俺は生まれてきてもよかったのか。欲しかったのはその答えだった。ルフィ、俺がこれから言うことを、お前後からみんなに伝えてくれ。親父、みんな、そしてルフィ、今日までこんなどうしようもねえ俺を、鬼の血を引くこの俺を愛してくれてありがとう。